畳ヶ浦にやってきました。あ、ここ止められたんだね、車。この地層すごいです。こんな石落ちてこないのかな、抜け固まってるんだろうね。というところでトンネルがありました。案内がある。ああ、いやー、音が、じゃあ先頭行ってみますか。うん、反響が良すぎてハウリングみたいになってる。あ、おお、すごい。肉眼ではこのトンネルの先が、青い海がすごい綺麗なんだけど。ああ、すごい。なんかできないかな、惜しいな。風力発電のくるくるが回ってるのが見えるんだけどな。歩いてきました。ですね、元いた場所は、てか洞窟から出てきたところは、あ、ここですね。ここですから、わかんないかな、遠さが。でも、面白がって歩いてるとすごい歩いてきました。岩がですね、面白いんですけど、こういうキノコみたいになってる岩が、下がえぐられて上だけ大きいみたいなのがたくさんあるんですよ。セラ高原にやってきました。ダリアを見に来ました。
キスポットだから。なりそうだね。寺高原下の段にやってきました。向こうの方もすごい入ってるんですよ。ちょっと人間の手だと難しいかもしれない。すごい色だと思う。見えないか。写真撮ってる人いますね。さっきはこっちの上の段を撮影してきたんですけど、こっからだと全然見えないけどね。あの傘が寝て写真撮ったところですね。はい。向こうの方にも行ってみたいですね。高原のダリアです。下の段3段目左寄りのところまでやってきました。本当にいろんな種類がもう手軽に近くで行ってるやつが行ってきます。六部七分咲きなんだって今。これよりもっと咲くとすごいですね。ポンポンダリアみたいな形のででかくなってるやつ。すごい。これもなんか煉獄さんみたいです。一番初めて来ました。下花がいいんじゃない？花のところまで降りるっていうのはどう？うん。
ー